皆さん、こんにちは。私はペトル樋口と申します。今日は喜びを感じた瞬間ということでお話をさせていただきます。私たちの教会では年に3回ほどコンサートを行っております。先日もコンサートが行われましたが、その時のお話です。コンサートもあと1週間という時になり、企画もだいぶ固まってまいりました。私はその夜、スタッフの人たちとオンラインでミーティングをする予定になっておりました。夜、オンラインで集まりミーティングをしていると、姉から電話が入りました。あまり姉から電話が来ることはないので、何事かと思い電話を取ると、父が脳卒中で倒れたということでした。銀行の方たちと会合をしていたときに、急に視野が狭くなり、ふらついて倒れたということでした。幸い周囲の方が機転を利かし、すぐに救急車を呼んでくれたということでしたが、今、手術をしている最中だということです。私はこの忙しいときに何ということだろうと思い、またこれから大変だなと思いました。それは術後のことや退院、また場合によっては介護施設入居になるか、リハビリや費用など、もしかすると私も実家に帰らなければならないかな、などいろいろなことが頭をよぎりました。しかし、このことも神様に感謝しました。聖書にはすべてのことを感謝しなさいと書いてあるからです。それには良いことも悪いことも含まれます。悪いと思えることの背後にも神様の最善の計画があるからです。その時は動揺する心を抑えながら、なんとかミーティングを終わらせ、教会にものこの件をお祈りしていただけるように連絡しました。初めは私もとても動揺し、不安が心にありましたが、感謝し祈っていく中で、なぜだか分かりませんが、不安や恐れはなくなり、平安な気持ちになりました。それは腹の奥の方ではっきりと感じる明確なものでした。しかし、姉の話では今手術をしているということなので、さらに祈っていくのですが、どうも祈りがはっきりとしません。何か空回りしているような感じで、例えると健康な人に対して健康になるようにと祈っているような、なんともおかしな感覚でした。しかし、教会の皆様に祈っていただくようにお願いしておきながら、自分は祈らないということもできないので、私は釈然としない思いを抱えながら祈り続けました。次の日連絡してみると、手術は無事に終わったということでした。この後 ICU に入るが、病院にコロナの患者が出たということで、面会はできないということでした。姉も詳しい状況はよく分かっていないということでした。さて、その後、コンサートの当日を迎えました。その日は朝から忙しい時間を過ごしましたが、ふと LINE を見ると連絡が来ていました。点滴が外れた、今日はリハビリに行ったが何も問題はないと言われたということでした。私は本当かなと思いました。私は昔、病院に勤務していたとき、リハビリ科にいて、脳卒中の患者さんも随分見てきたので、この話はおかしいなと思いました。まさか心配させないために嘘を言ってるのかなとさえ思いました。コンサートが終わってから、改めて連絡して話を聞いてみました。すると、病院に運ばれて、まず注射を打って、手術の準備をしていた。準備ができて、いざ手術をしようというとき、再度確認すると、すでに血栓はなくなっていたので、手術はしないで済んだということでした。後もしばらくは入院の必要があるとの話でしたが、結局その数日後にすぐ退院することができました。退院後も後遺症はなく、言語障害や運動障害も本当に何もありませんでした。私は神様が祈りに応えてくださり、見事に癒してくださったことを感謝しました。